第43回バックスミートボーイズのクライミングワールドという曲ですが、ちょっと3つぐらい前のアルバムですかね。2つ前のアルバム。曲は Dm になってるんですけど、3つ4つ下げぐらいがちょうどいいので、まあ、今日は5個下げの2フレットで、なので Am で C 中心っていう形です。イントロが小説の切りが、なので、まあ、歌を聴いて慣れるしかないですけど、Cm、ここで切れてまた出だしをやると、A メロのとこやると、Close your eyes, make a wish, and this could last forever. If only you could stay.ですけど、No, I can't let you go. You're part of me now. Got by the taste of a kiss. And I don't wanna know the reasons why I can't sit forever like this. Now I'm climbing the walls 'cause I miss.2番に入りますね。2番は1番と同じですけど。
I'm climbing the walls cause I miss you. で、ブレイクのところ、ブリッジのところが Bm、Fg、Gで伸ばしの後転調するっていうことです。なのでブリッジのところやると It's an illusion How can I feel this way Forget of you It's an illusion Nothing is real this way If I can't love you で転調でリフレインNo, I can't let you go. You're part of me now. Caught by the taste of your kiss. コードですね。B マイナー転調2つ上がってるので、A マイナーから B マイナー。コードがこれ F シャープになってますけど、F シャープマイナーが正しいですね。半2音上がってるので、B マイナー。F sharp minor G D D 音小指で4フレット目5弦4フレット目 D D 音 C sharp B minor F sharp minor G D D 音 B D 音 D 音 C sharp B minorThank you.
what it is keeps us from each other down. Yeah, it's come and get me. No, I can't let you go. You're part of me now. Caught by the taste of your kiss. And I don't wanna know the reason why I can't stay forever like this. Not climbing the walls, cause I miss you. Take my hand, take my life. Just don't. Let me feel your pain get inside. There's gotta be a way, you and I together now. Yeah, it's coming to get me, you under my skin. No, I can't let you go, you're a part of me now. Come by the taste of your kiss. And I don't wanna know the reason why I can't stay forever like this. Now I'm climbing the walls cause I miss you. It's an illusion, I can't feel this way. Forget it. It's an illusion, nothing is real this way. If I can't love you, no, I can't let you go. You're part of me now, caught by the taste of your kiss. And I don't wanna know the reason why I can't sit forever like this. I'm climbing the walls cause I miss you. して、まあ、ふわりですね、難しいのは。ちょっとリズム感が狂ってるように、この曲を知らないと思われてしまうので、そこをかっちりと、これはこういう譜面なんだとか、こういうふわりなんだっていうのを、ちゃんとしっかりやるためには、歌とボーカルとギターのテンポとふわりがきっちりしてないといけない。あとは、D ですね。指がちょっと遠いところに行くっていうのは相当ここ釣りそうになると思いますけど、相当はできないといけない。まあこのベースが下がっていくっていう、一人でやるときには上もちゃくちゃするの大事ですけど、ベースが結構大事ですね。2つ2音上がって D、これも慣れですね。僕は D とか D とかっていう普通のコードを結構弾いてますけど、こんなんも25年ぐらいやってるんで、多分2万回ぐらいこのコードは押さえてると思いますけど、まあ、それぐらいだったらできるなと思うんで、
10回ぐらいトライしてできないとか言ってんのはやっぱおかしいと思うんで、本当にちゃんとやりたいんであれば練習をするしかないですね。カラオケとかなんかデタラメのダンスゲームみたいなああいうのでなんかできた気になってる人があまりにもこの世の中多いですけど、ちゃんとできるようになるためにそれなら練習と時間が必要なので根気とですね、本当にやりたいんであればしっかりやればいいと、やるだけの話だと、やるかやらないかですね、できるできないじゃなくて。ということで今日は第43回バックスティーボーイズの Climbing the Wall という2つか3つぐらい前のアルバムですね、ネバーゴーに入って、ネバーゴーンというアルバムに入ってた Climbing the Wall という曲でした。リクエスト今ないので適当にリクエストをしていただいて、中心はですね、弾き語りをすることではなくて弾き語りが他の人にできるようになるということなので、あまりにもこう難しいことをやるようなものは別のところでちょっとやりたいと思うので、ここではちょっと簡単に、もともと始めたのは左指が2本でできるっていう初心者から入りやすいというところが始まった。もう40回超えてるのでだいぶ中級ぐらいのところに来てると思いますけど、まあ、この辺の今やってるところができなくても最初の2本で弾いてるところぐらいのところに遡って見てもらって、そこから鍛えてもらえるときっとできるようになると思います。ということで、練習して